有吉さん、激渋メガネ小籠包こと橋田須賀子氏がノンストップのインタビューで引退をほのめかしたくせに、引退するなんて言ってないと激怒している模様です。まずは問題のインタビューお聞きください、今のテレビドラマを見てて書きたいと思わなくなりました、もう私の時代じゃないっていう気はしていますね。何でもないホームドラマは生きられない時代になった気がするんですよ、だったらもうやめてもいいなっていう気がします、完全に言ってんじゃねえか。吐いた唾丸飲みしやがって。老けたみそろかよ。あんたの言う通り、初老の役者たちと全然可愛くねえ子役が汚ねえラーメン屋で繰り広げる茶番劇なんだ、誰も見ねえんだよ。鬼のコスプレしたピン子とえなりに綱渡りでもさせてろ。見ねえけどな。